スペカン、フィンガードラマー？です、こんばんは、スペカンです。今日も、商品紹介する。これ、はい。クアンバの、エボドローンアーケードジョイスティック。まあ、これ何なのかって言ったらですね、まあ単純にあれですね、あの、格闘ゲームとかで使う、まあこういうやつですね。こういうやつ。で、まあ、それの、ちょっとこの、なんだっけ、ストリートファイター5とかでね、エボで優勝したっけ、トキド選手っていう人が使用してた、メーカーなんですよ、これ。このね、カンボ。で、僕はそれ、今回紹介するのは、それの、まあ、廉価版って言ったらちょっと違うのかな。まあ、ちょっと、軽量化されてて、ちょっとちっちゃい版みたいなやつですね。でそれの、エボ仕様みたいな。エボとコラボしたのかな、わかんないけど。で何が違うのかっていうと、まあ、なんか、その、エボ仕様じゃないやつは、その、ここの、この看板のメーカーの、オリジナルのボタンとオリジナルのスティックらしいんですけど、このエボドローンに関してはみんな大好き3話電子だっけのボタンとレバーとかだったりするらしいです。でまあこれをちょっとね買ってみたんで、まあちょっとまず開けてみますんで少々お待ちを。はい、こんなこれですね。めっちゃかっこよくない？これね、エボ仕様っつって、でこれをまあ注文したわけですよ、僕。もうちょっとね、ちょっと開けてみたいと思います。もうちょっと待ってください。はい、開けました。開けまして。まあ、ちょっといいや、その先はね。まあ、こんな感じなんですよ、これ。ほら、これ。フィンガードラム入れたくなっちゃう。かっこいいね、これね、相当。で、これね、結構安いんですよ。なんつう会社だったかな？アタッサっていうなんか、こういうのの、まあ、電子部品とかをものすごい取り扱ってる、ウェブのショップがあるんですけど、そこで買いました。で、これは確か1万3000いくらとかなんですよ。安いよね。で、この、こう3話制で全部ね、これね。全部3話制で、で、さらに、めっちゃ軽いっす。だからこれ膝置きとかもすっげえやりやすいんじゃないかな。まあ、あんまり動かない。なんつうの、動くようにとかね。動いちゃうと、人はダメかもしれないけど。でも、でこれ、しかも外れるんですよね、ここ。だから持ち運びとかにはめちゃくちゃいいんじゃないかなとか思う。そのなんか遠征とかね、行くような人とか。でこれも交換できるだろうし、相当いいんじゃないかな。こんな感じで。で、なんで突然、その俺がこういうの買い出してるのかっていうとですね。実は、その最近は、あんまりゲームってやってなかったんですよ、僕。で、まあ、それ理由があって、まあ、フィンガードラムとかの練習とかをめちゃくちゃしちゃうと、時間が取れないんですよね、ゲームの。だけど、最近、まあ、やっぱその YouTube をちゃんとやる、ちゃんとやるって言ったら変か、ちゃんとやってないんで、まあ、YouTube をやるっていう上で、まあ、このゲームをね、やっていくっていうのは、まあ割とコンテンツとしてはなんか、マストなんじゃないかなとか思ったわけですよ。で、最近そのアンセムだとか、まあいろんなゲームちょい出ししてね、やるようになって、で、まあ実況というか、その、自分のね、音声をちゃんと綺麗に撮りつつ、ゲームの動画をキャプチャーするとかっていうのにすごく入れ込んでた、1、2週間がありまして、で、そんなことなんやってたら、あ、やっぱゲームって面白いなっていう風になってきたわけですよ、僕の中で。で、
とはいえ、まあそんなに熱中してたらまずいんじゃないかなとかっていうちょっと葛藤がありつつも、うん、やっぱりね、格ゲーやりたかったんですよね。僕の世代ってもう完全にストリートファイターもそうだけど、僕はもう完全なバーチャ世代なんですよ。バーチャファイターシリーズ。で、もう僕もものすごいやってたんですよね。バーチャファイター。あとファイティングバイパーズとか。まあ、鉄拳もね、初期の1とか2ぐらいまではやってました。で、実はまあ小さなね、ゲーセンの大会とかでは、まあ僕優勝したりしてたんですよ。ファイティングバイパーズとかね。まあばあちゃんも1回あったかな。で、まあそんぐらいやってたから、当たり前なきゃやりたくなるんですよね。で、今ね、プロゲーマーっていうようなところが開拓されて今すごい発展したじゃないですか。だからまあ僕も、まあ、どうせやるなら、プロゲーマー目指そうと思ったんですよ。当たり前ですけど、僕はフィンガードラムにしても、ドラムにしても何でもそうなんですけど、プロを目指します、基本。何でもプロを目指しちゃいます。なれるかなれないかは別ですよ。当たり前ですけど。もう、その、なんつうの、年も年だしね。でも、まあ、そのぐらい熱中してやるのはいいことだと僕は思ってるわけですよ。で、まあ、どうせもう、僕はまあ多分、デッドアライブ6を、いっぱいやろうかなと思ってるんですよ。女の子も可愛いしね。で、まあその時にこれを、まあ、久々にこういう、なんだろう、このファイティングスティックというか、こう、アーケードスティック、まあアーケコンを、まあちょっと買おうと思った時に、いろいろ調べてたら、このメーカーが出てきたわけですね。カンバっていうね。で、まあ、これを買ったんですけど、まあ、そうするとやっぱりあの時戸選手が使ってたやつも欲しくなるっていうものなんですよね。でも当たり前ですけどそっちも注文しました。で、そっちはまた来たら、見せます。で、今日はこれをね、この、まあ、カンバのドローンっていうやつを、まあ、商品紹介したわけです。で、まあ、やっぱりね、このサーバーのボタンって僕すごく好きなんですよ。なんか叩き心地がいいというかね。やりやすい。まあ、今回、そういう具合で、まあ、こういうね、ゲームの、まあ、僕はちょっとゲームも本気でやっていきますよと、格ゲーもやっていきますよという、まあ、お知らせとともに、ですね、3ワット電子のボタンっていうのが、めちゃくちゃキーワードになります。この動画以降。まあ、3ワ製です。本当に。まあ、ちょっと意味わかんないかもしれないですけど、まあ、明日とかまた動画出すんで、ちょっとその動画を楽しみにしてもらえたらなと、すごく思います。まあ、僕の動画なんてね、誰が見てんだかわかんないですけど、とにかく3話なんです。今日から、僕は3話もめちゃくちゃ使っていくんです。っていう動画でした。ありがとうございます。お疲れ。